3回目か。3回目の大阪ですね、りょうちん。俺は4回目だ。あ、そうなの、ついに着いたね。着きました。はい、外出てたけど何が起きてたかもう分かってなかった。分かんないっす。はい、新大阪です。じゃあ安倍のキューズモール、はい、向かいます。よっしゃ。はい。いいちょっと大丈夫かな、喉の調子大丈夫かな。大丈夫です。じゃあね、このね、この駅を出ればついに会えるね、今回の安倍のキューズモール舞台に。安倍のキューズモール、キューズモール、イエーイ。高速くんがね、うん、東京ではね、はい、この荷物を持ってたんですよ、ちっちゃい荷物。僕はこの大きい荷物を持ってたんですけど、うん、急にここから歩いていくんですけど、うん、多分ファンの人もいると思うんですよ、うん、でその時の交換ラップを狙って急に交換していきました。あら、どう思いますか、この人さん。あら、ついに無視してないですけど、うわぁ、さっきまで常に見られる意識が大事だけど、小っちゃいの持つよ。荷物ね、楽なの持つか、強かったよ。これとこれですね。この違いですよ。これぜひ使ってください。あれもでも俺的にはこっちの方が操作しにくい言ってたよ、さっきしにくいって言ってたよ。あらばっかりですよ、これ。あらら、りょうちん、りょうちん、なんか俺に恨みでもある。最近俺ばっかりなんかいじめてくるから。やり返してきた、やり返してきた。じゃあ本当ひどいよ、これ。直してないの、勝手に使い方です。使い方じゃない。ついさっきですよ、歩いてた時りょうちん良くないと思う。おかしい。